りました管楽よさこい連エールです。エールです。本日披露させていただきますのは2019年の演舞皿屋敷。この演舞は世界遺産姫路城にまつわる四ツ谷怪談播州皿屋敷を題材にしています。暗く怖いイメージのある怪談話をエールらしく表現させていただいております。それでは5000円手拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。夜更けに奴らは目を覚ます。古く廃れたその井戸に夜な夜な聞こえる女の声、お菊の姿を見た者は一人残らず呪われるそうな。これはエンルの奇妙な物語。気づけば辺りはゾンビの世界。何が起こるか予測不能。エンル怪談皿屋敷。聞こえてくるわゾンビの叫び。怪しく不気味な逃げるしかばね。これから始まる恐怖の夜。長かった夜がもうすぐ明ける。エンルのフェスはまだまだこれから。キングファンショー。明かりがたきは人心。そんな言葉がありますか。お菊もゾンビも人間も見た目ではなく中身で勝負。ありがとうございました。